こんばんは、おはようございます。今から寝るって方いらっしゃいましたら、おやすみなさい。夏芝です。今回もeFootball2023やっていきたいと思います。今回なんですけれども、もう第3弾となったですね、スキルトレーナー一気にまとめてガチャしてみた、こちらやっていきたいと思います。今回はですね、12連していきたいと思いますので、ぜひ見ていってもらえれば嬉しいなと思います。でですね、まず月曜日ということで、今週の配信予定に関してなんですけれども、今週の配信予定こんな感じになっております。でですね、私今ディビジョン3昇格が確定しましたので、今週はねディビジョン2を目指して頑張っていきたいなと思っております。あとは日曜日にね、私主催のメンバーさん参加型 APEX ソロカスタムを開催予定です。豪華な配信者さんたちにもご参加いただきますので、ぜひ遊びに来てもらえればなと思います。よろしくお願いいたします。ということでね、本題に入っていきましょうか。今回もスキルトレーナーブンブン回していくんですが、私ねかれこれもう25連ぐらいしてるんだけど、1回もねスパサブがついてくれていません。なので今回はねスパサブ狙っていきたいなと思います。まああとはスルパとかワンパとか良さげなスキル来てくれたら嬉しいな。12回引きますのでね、いろいろいいねスキルをつけたピルロが残念ながらスカット外になってしまいましたので、その代わりに入ったイニにねつけれるスキル出てくれたら嬉しいなと思っております。12連ぶん回していきましょう。それでは1回目ですね、ハケウロンバルジ選手12人につけていきたいと思います。スキルトレーニングいきましょう。せーのドン。さあスパサブ来い、来てくれ。出た出た、アクロバティックシュート。あーアクロバティックシュートね、本当に前回15連したんですけど、アクロバティックシュートがめちゃくちゃ、いやアクロバティックシュートじゃないな、シュート系のスキルがねめっちゃ来てくれたのよ。今回はねちょっとスパサブ1回ぐらい来てほしいな。マジで1回も来てくれてないからね。いきましょう、せーのドン。まあなかなかつかないと噂のシャペウ。いやーまあシャペウもないよりは絶対あった方がいいスキルではあると思うんだけど、私がねドリブル本当に使いこなせないのがもうちょっとね痛手ですな。それでは3連目いきましょう。せーのデッドン。私でも使いこなせるスキル、スライディングタックル。めっちゃくるスライディングタックル。スライディングタックル結局誰にもつけてないんだよな。ありがとうございます。4回目いきますか。せーのドン。もう10個減っちゃってるんだよ。ドロップシュートか。ドロップシュート出てくれたの初めてかもな。ゴールキーパー手前でバウンドするような縦回転の鋭いシュートを打つことができます。まあまあでもこれ持ってない選手に食べさせるのはありかもしれないですね。ありがとうございます。はい、そろそろちょっとなんか盛り上がるスキル来てくれ、いいやつ。せーのドン。頼む頼む頼む。 PK キック。もう PK かか。なるほどね、まあまあまあのコメントで。では6個目いきましょう。いきます、せーのでドン。さあ来い頼む。ヘッダーか。なんだヘッダーは結構いいスキルですね、嬉しい。ちょっと後でね持ってない選手見てからつけようかな。ヘッダーついてるルンメニゲにねよくお世話になってますので。はい、6回目にしてヘッダーが来てくれました。半分も折り返しちゃったよ。いきましょう、7個目。せーのドン。スタートで待って、ノールックパスかー。まあノールックパスもまあ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 悪くないスキルかな。ただねちょっと狙ってるのがワンパススルパー、まあ、あとはマークインターセプトとか、あとはスパサブなのでね、まあ、このあたりあってくれたら嬉しいっちゃ嬉しいんだけど、今回ガチャ狙いのスキルは来てくれるんでしょうか。いきましょう、せーのドン。もうあとちょっとしかないよ、ここしか。ダブルタッチ。あ、でもダブルタッチはね私できないんだけど、できないんだけど、なかなかつかないスキルってみんな言ってた気がする。あ、これは当たりなのでは？素早いダブルタッチができるようになります。もうダブルタッチが永遠にできない。トレーニングのね、相手の選手がいない状態だったらできるんだけど、相手が出てくるとできなくなるっていう。まあ練習不足ですね。はい、ありがとうございます。ダブルタッチ。いや、これはいいんじゃないか？今日は割とドリブル系のスキルがなんかいいのがついてくれてる気がするな。それでは行きましょう。あと何個だ？もう4個しかないの。行きましょう。せーの、ドン。ちょっと早いな、これ。どうだ？シャペウ。もうシャペウ2個目来ちゃー。まあ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 、ありがとうございます。本当に来ないな。ちょっとスパサブ出た人本当に羨ましい。行きましょう、せーのと。さらにつけたいスパサブ。さらヒールトリックかー。あー、ヒールトリックもいいかな。難しい体勢からのヒールを使って正確なシュートパスができますということで、はい、ありがとうございます。ちょっとあと2個だよ、スパサブ。そろそろ
来てくれてんじゃないかい。行きましょう、せーの、どん、頑張って食べたんや、頼む。わ、いいですね、インターセプトはいいですね。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとこの流れに乗ろう。インターセプト。マジでね、インターセプトつけたピルロ。結構良かったので、まあ、外れちゃったんだけど、残念ながら。結構良かったのでね、インターセプト持ってない選手に早くつけたい所存でございます。ということで、ラストです。ハケウロンバルジ。12人目。行きましょう。せーの。スーパーサブ。これガチラストよ、頼む。わー、嬉しいけど、なんだかすごくちょっと混乱してる頭が。ワンタッチシュート。ありがとうございます。いやスパサブ来ないね。前回ねワンタッチシュート出た時はエピックロナウジーニャにつけたんだけど、実際ねワンタッチシュートつけた後にワンタッチシュートで決めてくれたシーンとかあったりしてね、結構良かったので、いや持ってない選手につけるのはすっごくいい。っていうかまあなんか今回そこそこっていうかだいぶ当たりではあるな。ただもうどんだけ来ないのスーパーサブ、マジレアスキルじゃん。いやでもこれね確率が一定らしいからね、私が運ないだけなんだろうな。本当に全然スパサブ来ないもん。だって来てる人いるもんね。めちゃくちゃ羨ましい。ありがとうございます。ということで今回割といいスキル出てくれたんじゃないかなと思います。いやダブルタッチ初めて出てくれたの嬉しいですね。でですね、ちょっとヘッダーをつける選手を決めたいんだけど、どうかな？これ、酒井選手持ってないんじゃないかなと思ってみたら、持ってませんでした。どうだろう？あとは、レオン選手？レオン選手は持ってないですね。いやー、レオンねー、どうだろう？ちょっとね、スパサブ枠で入れてはいるんだけど、このまま入り続けてくれるかどうか怪しいところではあるんだよなー。どうだろうなー。安牌で酒井選手かなー。待って、ライカールトも持ってないの？ヘッダー。ちょっと意外なんだけど、ここライカールト持ってないんだ。ヨシコとね、ここの富谷さん持ってくれてたんですけど、ライカールト持ってないの？本当に？本当だ。本当だっつって。いや、酒井さんライカールトで言うとライカールトじゃないかな。ここつけますか。ヘッダー付きライカールトが完成しました。CD で起用してるんですが、このスキルよ、豊富すぎるね。で、ヘッダーついて、いい強化ができたんじゃないかなと思います。ナイス、ライカールト。あとはね、ワンタッチシュートを誰につけようかちょっと迷うんだけど、これさ、サラーにつけれたら最高だったよね。ワンタッチシュートは、もう FP だからつけれないので、悲しい。つけれたらめちゃくちゃ嬉しかった。ちょっとね、ネイマール見てみたら、ワンタッチシュート持ってなかったので、ネイマールにつけたいと思います。これも意外だったな。それではこちら、ロンバルズ選手食べさせていきます。ワンタッチシュートがつきました。いや強いね、ワンタッチシュートついたネイマール。割と今回いい強化できた気がする。はい、ということでこんな感じでね、今回のスキルトレーナー12連ガチャ動画こんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。夏芝でした。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録、コメントもしていただけますと活動のモチベになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。Shut up.